みんな、あの道は外の世界ではなく、もっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあ、イットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。何が分かったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイェランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら、私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああそうだ、そのお前はショーと仲がいいのだろう。さっきのイェランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないとショーは聞き入れてくれなかっただろう。それにイェランはもともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか他人が犠牲になることにどうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ、少し待っててくれ。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし旅人、そろそろ行こうか。